映画監督の河瀬直美さんが監修し、若手の女性監督が映画を制作するプロジェクトが天理市内で行われています。よし、もうそろそろテスト本番行くよ。テスト本番行こう。このプロジェクトは、河瀬さんがエグゼクティブプロデューサーを務める奈良国際映画祭の企画として、若手の映画監督を応援し世界へつなごうと行われているものです。天理市内ではおとといから撮影が始まり、今日は天理大学のキャンパス内を試験会場に見立てたシーンが収録されました。勉強や将来に悩む女子高校生が主人公という短編作品。監督を務めるのは、20歳でアムステルダム大学に在学するミラー・レイさんです。若手の育成をテーマにした奈良国際映画祭のユースシネマプロジェクトを卒業し、作品をコンペに応募して採用されたといいます。プロのスタッフとともに臨む実践的な映画制作の現場。河瀬さんは監修と撮影を担当し、裏から時には表に立って若い監督を支えます。また教壇には天理市の並川市長の姿もありました。試験監督の役で出演しています。 Looks like everyone's here, so we will pass out the test. いや、演技なんかやったことないですからね、でも、今回デビューの監督さんとデビューの主演の女優さんですから、町としてもしっかり応援していきたいなと思ってます。若手の監督が経験を積むことと奈良の魅力発信をテーマに制作されるこの作品は、今年9月に開催予定の奈良国際映画祭本祭でプレミアム上映されるほか、国内外の映画祭にも出品される予定です。